資源を人工知能に、ね、飛ばしてみて、いわゆるお医者さんの仕事って2通り、まあ、あるかなと思うんですけど、皆さんこんにちは。湘南エイジクリニック新宿本院長の斉藤です。よろしくお願いいたします。では今日のお話はですね、ちょっと薄毛治療とは少し離れるのかもしれませんけども、お医者さんの仕事が今話題の AI ですね、人工知能に取られる時代が来るのかっていう話をしたいなと思います。人工の AI がですね、いろいろ、新聞とかね、ニュースなんかで出てきてると思いますけど、皆さんもチャット GPT とかでやっておりますかね。で、すごいやっぱ能力だなって使った人は思うと思うんですが、医者の世界で言うとですね、例えば医師国家試験を人工知能に溶かしてみて、で合格をもらいに行ったっていうのがニュースになってたと思います。で、いわゆるお医者さんの仕事って2通り、まあ、あるかなと思うんですけど、まず一つはやっぱ知識ですよね。医学的な知識、体の構造であったり、ね、それも実際に解剖したりとかですね、実際に見て、目で見てね、ですごい量の、情報があるんですけど、それを勉強する必要がありますよね。それから病気の、勉強ですね、すっごい数の病気がありますので、それを全部やっぱり勉強していかないといけません。からあとそれに対応する治療法ですよね。治療法なんかは本当に日進月歩で写真のものに変わってるので、いわゆる非常に膨大な情報が医療って医学であるんですね。で AI に関して言うと、そのいわゆる膨大な情報を瞬時に情報を得てですね、で、すごいところはそこからこう答えを導き出すっていうことができますよね。やっぱ人間の能力って限界があるので、AI にその辺が取って代わられるっていうのは十分あるんですね。で例えば診断をする AI ですよね。いろんな情報を、例えばこれを検査してくださいとかですね、なんかを指示出して、で、その検査の結果からこういう病気が考えられますよ、で今の最新の治療はこういうものですよっていうのがパッとどこ出てくる時代があるんです。で最初に そこでジャッジするのは人間がまだね必要なのかもしれませんけども、その人の先生の経験があったりとかね、なんかからこれが一番可能性が高いなっていうのを選択するっていうのは時代が来るかもしれないです。 AI は確実にいろいろな分野に入ってきて、で取って代わられる部分もあるかなと思います。でもう一つの医療の、ね、側面でいうと技術系なものがありますよね。お医者さんが、メスを持って、でいわゆる手術して中を治したりとかですね、あと僕は脳外科だったので脳の中の部分を、治療したりとかですね、でそういう外科的なものっていうのはまだいわゆるロボットを使わないと AI はそれできないわけなので、こっちの部分が発達をしないとまだ取って代わられないかなと。あと出た直後勝負のオペですね。例えば外傷で頭蓋骨の中に出血をした、その人に応じた臨機応変な対応がしないといけませんので、でも瞬時に判断をして手を動かさないといけませんので、そういうものっていうのはまだ医者がね、やらないと、人間がやらないといけないかなと思います。例えば僕は AGA のね今専門で薄毛治療を担当してますけど、薄毛治療もその2つの分野があると思います。診断をして、でお薬の処方をして、で処置をする、処置も看護さんができるって処置がありますので、例えば AI が出てきてですね、で診察をして、で、これをやるといいですよっていうアドバイスができるような時代なんかも来ると思いますね。あとお薬の継続なんかでも副作用がないかとかですね、会話でやり取りをして、で
辞めた方がいいとか増量した方がいいとかですね、そういうのも AI の判断ができる時代が来るかもしれません。でただもう一方のいわゆる手術の分野ですね、植毛の分野っていうのはまだまだやっぱりロボットっていうのは人間の細かい作業には追いついてないところがあるんですね。そこがまた残ってきますので、職務は残ってくるような感じでしょうかね。で、医者のね、仕事が AI にとって変わられるというのは十分あり得るんですね。ただ共存をしていって、で最終的に医者としての判断が必要になったり、あと人間対人間なので患者さんとはですね、いわゆる AI と患者さんでそこでこう信頼関係ができるのかっていう話もあると思うんですよね。その辺のいろんな難しい分野ありますけれども、確実に入ってくると思います。はい。では、次回もですね、髪の毛のお話で、ちょっとこう、今回なんか外れた話でしたけども、お話をしていこうと思いますので、ぜひ興味のある方はですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あと、面白かったなと思った方は、グッドボタンをよろしくお願いします。では次回まで、さようなら。